コリマ州はメキシコの州である。州都はコリマ。面積5191平方キロメートル。2010年国勢調査で州の人口は65万129人。ハリスコ州とミチュアカン州の間にあり、南は太平洋に面している。マンサニー城は重要な港町であり、太平洋上のレビジャヒャヘド諸島もマンサニー城に属する。コリマの町はエルナンコルテスの指令を受けた。 ゴンサロデ・サンドバルによって1523年7月25日に建設された。最初町はテコマンの近くにあったが、1527年に今の場所に移された。メキシコ独立革命の父として知られるミゲルイダルゴは、ドローレスに赴任する以前の1792年にコリマの司祭を務めていた。今のコリマ州は、インテンデンシアでグアダラハラの一部を成していたが、 コリマ出身のメキシコ独立革命軍の軍人、アナスタシオ・ブリスエラによって1823年にグアダラハラからコリマが分けられた。1824年メキシコ憲法ではこれを承認し、コリマをハリスコ州から独立した連邦直轄地とした。1857年メキシコ憲法で、コリマは直轄地から州に格上げされた。ありがとうございます。